今回あの東京医師会さん一丸でっていうことになったわけですけれども、世論がですね、今反対の声がやっぱり高まっているっていうところが、今回維新やですね、国民民主も含めた一致という形が取られたということになるんでしょうか。私は常々ね言ってきてるんですけども、私たちの取り組みというのは何が基本かと、それは国民の世論なんですよね。それに常に我々としては着目し、それに応えていく義務があると。でもう一つはやはり国会とは何ぞやと言った場合に、それは単に与党野党の違いを超えてね、国会というのが立法と同時に監視機能という問題が最大の託されている中心なんですよね。だから今国民の世論がこうなっていると同時に、私は今ほどねこの課題が山積して国会開けよと、でそのことによって国政全般に対するやばい監視機能を国会として発揮するということが求められている時期はないと